はい、皆さんこんにちは。みなです。たかです。ニューローグです。はい、ということで今日はね、ウクライナの首都キエフにやってきました。昨日の夜についてということでね、まあ皆さんウクライナと聞いて何を思い浮かべるかわかんないですが、ロシアとの紛争が起きてるので、東部の地域は紛争地帯になってて、外国人がね入れないエリアとかも存在します。ただね、キエフとか、まあ、ウクライナの西の部分、南の部分っていうのは治安が安定していて、十分ね、むしろ安全に観光できる。いいです、めちゃくちゃ綺麗な街だよ。で、今日はね、残念ながらキエフの街は見れないんだけど、早速ね、チェルノブイリ、まあ、日本人であれば1回ぐらいは名前聞いたことあると思いますけど、30年以上も前に、まあ、原発事故が起きた現場、チェルノブイリに今日はツアーで行きます。まあ危ないかなって思ってる人もいると思うけど、観光客が結構行ってるから、私たちはそれが安全を信じたいです。はい、なのでね、今日実際1日ツアーしてみて、まあ実際チェルノブイリのね現状だったり、実際本当に行って安全なのかどうかみたいなところまでもコメントしていきたいと思います。というわけで今ね、集合場所に来て、このね、ミニバスに乗って行きます。ちなみにキエフからバスで1時間半から2時間ぐらいかけるとチェルノブイリのね、町に着くので、早速乗っていきたいと思います。行きましょう。なんかね、ちっちゃいバスじゃなくてね、大きいバスでした。今ね、バスに入ってきたんだけど、バスの入り口でルートマップもらいました。今1時間半ぐらいバスに乗って、チェルノビルのドキュメンタリーを見ながらちょっと怖くなってきてそうだ、ここは、30キロの立ち入り禁止ゾーンだね。そう、の入り口です。チェックポイント、今ね、後ろにこう見えてるんだけど、あそこのね、奥はもうね、立ち入り禁止ゾーンです。なので自分じゃ行けなくて、まあ、こういうふうにね、ツアーに参加しないと入れないゾーンになってます。パスポートがチェックされて、なんかの、はい、私は死んでも私の自分の責任みたいな、はい、書きました。さっきバスに乗りながらサインしましたなので、まあ、全て自己責任ですよっていう誓約書みたいなのを書いて中に入っていきます。はい、ちょっとね、今ね、こう周りにね、みんなツアーで参加する人がかなり多いです。奥を進んでいくと、もうチェルノブイリの原発が30キロ離れたところにあります。だんだんちょっとね、緊張感も高まってきましたけど、また1台来ましたね。というわけで中にこの後チェックされて入っていきます。外側カウンターをもらいました。ガイガーカウンターっていうのは、レディエーションを測ってくれるマシン、マイクロシーベルトっていう単位ですね。福島原発の時にね、よくニュースで何回も聞いたと思いますけど、そのマイクロシーベルト、放射線濃度を測る機械を今もらいました。だから、どこで歩いても、こうレディエーションが多いか少ないかが分かるようにね。で、今ね、ちなみに原発事故から30キロ離れた立ち入り禁止区域ギリギリのところで 0.12 マイクロシーベルトを行き来してます。はい、ゾーンに入りました。今30キロ圏内に入ってきて、バスを降りて歩いてます。ここに昔、村があった。今は村は誰も住んでないんですけど、ザリーシャ村っていうところだね。もう本当に今横に家がね、建ってます。本当にもう30年以上人は住んでないんで、まあ木々が生い茂って、もう本当に壊れてますね。壁とかもぶっ壊けてるけど、まあ昔はここに人が4000人ぐらい住んでました。中入ってみる。
まあ、中はこんな感じです。ちょっとだけ上げたけど、あ、今ね 0.14 さっき入り口 0.01 だったんで、もうごくわずか上がりました。これ中入っていいんだっけ。中入っていいんですけど、床とか多分ね、これすごい腐ってたりしたらボーンと落ちちゃったりするんで気をつけながら。うわすごっ、まあ、人がここに暮らしてて、もうそっちとか床がもうないしね。ここは床があるけど本当に半分腐ってるような感じですね。なんて言うんだろう、なんか言葉に表しにくいですけど、ありがとう。悲しいっていうか空虚な感じ、空虚感がすごいですね。ちょっと奥まで進んでみますか。そっちの奥にね、ちょっと家じゃないんだけど、ちょっと大きめの建物が。何か分かった？なんだろう、なんか昔の公民館とかかな、もしかして村人が集まる集会場だったのかもしれない。こうね、歩いてるとね、その道に沿ってポツポツとこういう風に民家があります。何？ああ、遊具だ。もう遊具もね、錆びてボロボロになってます。まあ、このザリーシャ村の子供たちが遊んでたブランコですね。見えるかな、ここにブランコがあって。すごいよね、なんか木の生命力の強さも感じるよね。このブランコのところに木が生えてて、その、まあ、自然はやっぱ強いね。人間が作ったものなんてすぐにテイクオーバーされちゃうね。34年前の子供がここに遊んでる。さっき調べたんですけど、1986年にチェルノブイリ原子力発電所の4号機で事故があって、まあ、屋根がね吹き飛んでしまって、大量の放射線物質が大気中に流出したと。それ以降ね、30年以上、ここの地域にはもう誰も人は住んでません。ここにもね、遊園地ありますね。遊園地というか公園がありますね、遊具。これは子供のおもちゃだね。これで遊んでた子供がいたんですね。ここで遊んでて、もう次の日には退去になってしまって、もう置いていったっていう感じの子供のおもちゃですね。ここの家もすごい、もう入り口が怖いね。うわ、カレンダーだ。1986年じゃない？ちょっと年式が書いてないからわかんないけど、まだウクライナがね。紙は30年も持たないよ。ここで風とか、あの鋭い雨とかが入ってくるでしょ。レナ鋭いです。持たない。これ誰かが置いたねってことは。そういうこと。でもほんと散らかってるね。これさ、人が住まなくなるだけでこんなに散らかるもんなんかな。全部信じなくてもいいこっちとかも。なんかこれ台所なんじゃない？薪の暖炉みたいのがあって、多分台所ですね。こっちはなんだろうね、子供部屋かな、勉強部屋かもしれないし。ぬいぐるみもあります。これは多分また誰かが置いたのかな。30年以上もここに残るとは思えないので、まあ、窓のところにぬいぐるみが置いてあったり。でも床にはね、本当にゴミ塵がね散乱してますね。こんなに朽ち果てるんだね。時間 OK。 はい、ってことでね、ちょっと時間なんでまたバスに戻ります。で、この後はね、もっと原発の中心地に近いところに移動して、
またねそこで、まあ、ガイドさんの説明とかがあるんでよりね深くチェルノブイリについて知っていこうと思います。はい、行きましょう。はい、というわけで今ね10キロ圏内の中に入ってきました。勝手に入ったら撃ち殺すよっていう意味です。でも今から勝手に入るよミサイルを感知するためのレーダー、めちゃくちゃでかいレーダーがあるんだけど、やばくないこの数。